人気漫画鬼滅の刃の舞台レイレイの秘密が明らかに。人気漫画鬼滅の刃の主要な舞台の一つであるレイレイについて、これまで明らかでなかった設定や秘密が判明しました。レイレイは人気漫画の世界観を支える重要な要素の一つといえ、その秘密が明らかになったことで、作品の奥深さが理解できるようになったと考えられます。レイレイの秘密の一つにレイレイがあります。レイレイな設定があることが今回明らかとなり、レイレイが人気漫画の世界観形成に深く関わっていることが理解できます。またレイレイに関する別の秘密としてレイレイがあり、レイレイであると判明しました。このレイレイの真相が明らかになったことで、レイレイの立ち位置がより具体的に理解できるようになったと考えられます。レイレイの秘密が明らかになった今、人気漫画の世界観がより体系的なものとなったと考えられます。重要な舞台であるレイレイについての設定や真相が判明したことで、作品の主題や奥深さが一層理解できるようになったと言えます。レイレイの秘密が明らかになった今回の発表は、人気漫画の世界観をより体系的に理解する上で極めて重要な手がかりを提供するものとなっています。人気漫画鬼滅の刃の舞台レイレイの秘密が明らかに、その世界観がより体系的に理解できる。人気漫画鬼滅の刃の世界観には階級は存在するのか。人気漫画鬼滅の刃の世界観では、鬼隊という組織が存在し、様々な職業の者が所属している。そのためこの世界には職業や身分に基づく階級が存在するのだろうか。この疑問に対し、物語や設定からすると、鬼隊内部には極端な身分差は認められず、階級という概念自体が希薄な存在であると考えられる。まず鬼隊に所属する者は職業は異なるものの、鬼を退治するという共通の目的の下に集まった者たちである。その目的達成のために各々の持つ力を発揮し合い、協力関係にある。その点からすれば、身分や階級よりも目的達成に向けた協力関係が重要視されていると言えるだろう。また物語内で高位の階級にあると明示されている人物が少ないことも、この世界観には著しい身分差はないと考えられる理由の一つである。最高くらいとされる柱の他には、階級が明確に描かれている人物は少ない。そのため格差よりも個人の力量と実力が重要視されている世界なのである。以上から、人気漫画鬼滅の刃の世界観には極端な身分差や階級概念は存在しないと考えられる。むしろ個人の力量と目的である鬼を退治するための協力関係が重要であり、それが集団としての鬼隊の基盤となっていると言えるのではないだろうか。階級よりも個と目的が重視された世界観なのである。人気漫画鬼滅の刃の公式小説シリーズがスタート。原作者監修の下、人気漫画の余白を埋める新たなストーリーが誕生。人気漫画鬼滅の刃の公式小説シリーズの刊行が発表されました。小説シリーズは原作者の監修の下に制作されており、人気漫画の舞台裏や余白を埋める新たなストーリーを届けるとされています。小説第1巻レイレイでは、人気漫画が描かれなかった時期のかまど住次郎と彼の妹デイマメコ、そして鬼滅師団の死の男と犬巨の姿が描かれます。道ながらも重要な過去の出来事と新たな妖怪退治を描くことで、人気漫画の世界観をより豊かなものとする内容となっています。当初から原作者の直接の監修を受けて制作されている公式小説、人気漫画の舞台裏や余白を埋め、世界観を深める新たなストーリーが届けられるという触れ込みにファンの高い関心が寄せられています。未だ明かされなかった過去の出来事や新たな妖怪退治を描きながら、人気漫画の世界をより豊かなものとして捉え直す小説シリーズの刊行は、多くの読者を獲得することを
でしょう。人気漫画、鬼滅の刃公式小説シリーズスタート。原作者監修の下、新たな、ストーリーが、人気漫画の世界を深める動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。